こんばんはかずやです近年は何かやらかすと炎上して活動を休止するっていうパターンがありますよね昔と違って sns がありますので不意に書いた 投稿でで炎上してて人生が終わわるるってこともあるわけですよ。フワちゃんなんてまさにそうですよねやすこさんに対して書いた不適切発言というか投稿で一気に人生の方向性が変わってしまいました活動を休止するっていう話ですからねいや本当に手は災いのもとですそしてまた一人不適切投稿でこれ活動休止どころか事務所から契約解除になってしまった人物がいるんですよね北海道にボイス という事務所があるんですね元曲穴だった人が所属しているんですけど石澤綾子さんとかは有名ですよね僕も北海道離れて結構経ちますけど石澤さんはまあ当然知ってますよそのボイスという事務所に所属していたフリーアナウンサーの川口由里さんが契約解除になったんですね公式ホームページを見ますと当社は2024年8月10日をもって 川口ゆ里とのアナウンス事務所、ボイス、所属契約を解消いたしましたのでご報告申し上げます川口氏は X の SNS において異性の名誉を毀損する不適切な投稿行為が認められたことから当社はアナウンス事務所として所属契約の維持は困難と判断しやむなく契約解除通知をするに至りましたなお当社では言葉は誰かを傷つけるためにあるものではなく勇気づけたり愛を語るためにあるものと考えており 言葉を扱う仕事に携わる者としてはあってはならず大変心苦しく考えております」と書きつつ謝罪をしていますよ一体川口さん何を書いてしまったのかっていう話ですよね問題になっているのは8日に投稿されたものですご事情あるなら本当にごめんなさいなんだけど夏場の男性の匂いや不節制している方特有の体臭が苦手すぎる 常に清潔な状態でいたいので1日数回シャワー汗拭きシート制汗剤においては一年中使うのだけど多くの男性がそれくらいであってほしいというものですこれが問題発言として大炎上したわけなんですけれども共感者も結構多かったのかなと思うんですよねだからこそこれ2万以上のいいねがついてるわけでしょうこの臭い問題って… ケケーーススバイななのかなと思います東京とかで電車乗ってると、たまにこう、なんか、周期が漂ってくるときありますよね。で、匂いの方向をふと見てみると、あの、まあ、たぶ現場作業をしてきたのかなっていう方だったりするわけですよ。これはもうそういうもんだから、もうど、どうにもならないというか、しょうがないですよね。作業されてる方の汗で日本社会っていうのは成り立ってるわけですから、そんなのね、途中で風呂入ったところで、 またすぐ汗だくになるわけですしあと現場にシャワーとかないですからねでそのまあ現場っていろんなとこにあるわけじゃないですかだから今日そっち行ってもうすぐシャワーしてみたいなのも難しいと思いますよそれはもうだからね家帰ってシャワーなり風呂入るなりしたらいいわけですしまあ、あとね一日の疲れをビールで癒してほしいですよね一方今夏ですからあの風呂に 入らない人は指摘されてもしょうがないと思います。入れるのに入らない人ね。うつでとかね。まあ病気持ってる方でどうしても入れないっていうならしょうがないのかもしれないですけれども、普通の人は毎日シャワーを浴びないとダメですよ。暑い時期はやっぱり汗かきますし、それが積み重なっていくと確かに臭くなるから、毎日シャワーは当然です。ただ一日に複数回シャワーするとかいうのはちょっと現実的ではないですよね。 ゴルフ行った時とかはまあ、複数回シャワーはしますけれども、まあ、働いてるとなかなか難しいでしょう。う皆さんの職場にシャワーってついてますかなんかちょっとね、あの、働いて、シャワーしてまた午後から頑張ろうみたいな。静かちゃんじゃないです。なかなか難しいですよね。今回の川口さんの投稿は、自分はかなり気にしていて、いろいろやってますよっていうのを、まあ、男性全般にもそうしてほしいっていう内容でしたよね。でもやっぱりツッコミ入るわけですよ。現代社会では。その、じゃあ女性は、 いいのかとかね。男だけに言うなよとか、そういう感じのツッコミが入ってきます。今、性別でくくっていろいろ言うと、問題になりますからね。結局、今回の X での発言で、契約解除にまで至ってしまいました。事務所関係者って、当然、男性もいると思うんですよね。で、そういう近しい男性からすると、 ちょっと複雑な心境もあったと思うんですよ。だってね、ほとんどの人って、これ男性でも女性でもそうですけど、一日複数回シャワーってあんまりしないでしょうからね。制汗剤とかにしてもまあ人によるだろうし、だから川口さんの今回の投稿を受けて、その事務所の関係者とかも、まあ、もしくはなんかやりとりがあった人も、もしかして俺って臭いと思われてたのかなって考えちゃいますよね。X っていうのは大変面白いもんだと思います。 ただ注意しなきゃいけませんよ。個人的には契約解除まだちょっとやりすぎなんじゃないかなと思いますけど、もしかすると蓄積していた何かがあるのかもしれないし、総合的に判断して契約解除に至ったっていう可能性もあるわけですよ。まあ、本当に注意しなければいけないですよね。というところで今回は以上です。最後にたまにしか風呂に入らないけど、えー、全く匂わないポコちゃんをご覧ください。ビニール好きだね、ポコちゃん。気持ちいいのかな